黒ちゃんとひげおやじさん、どっちが性格悪いと思いますか？根拠を教えてください。まあ、どっちもひげおやじですけど、黒ちゃんは頭が良くて、クズを演出してる部分があるんですよ。なので、少年の部分では結構まともな人間なんですよね。で、対するひげおやじさんは、人間がクズなんですけど、クズをバレないように演技しているので、パッと見まともって思っちゃう人がいるんですよ。なので、ひげおやじさんに騙されてる人がいっぱいいるので、僕は人は気違いで近づかない方がいいですよっていうのを一生懸命アピールしてるんで、近づこうとする人は気をつけてください。